ドルースキは、ブルガリア海軍のドルースキ旧水雷艇の一隻。ドルースキは、フランスで建造されたブルガリア海軍の水雷艇六隻の、うちの一隻である。フランスのソーヌ川沿いのシャロンシュルソーヌ造船所で、建造された後に、ブルガリアに運ばれ、バルナで竣工した。ドルースキは1907年8月23日に、浸水し、 1908年1月5日に襲撃した。1912年から1913年の第一次、バルカン戦争中国会で活動。1912年11月21から22日の夜、バルナ沖で、ブルガリアの水雷艇4隻は、オスマン帝国海軍の防護巡洋艦、ハミディエを攻撃。この攻撃で、ハミディエに、魚雷一発が命中した。 命中した魚雷はドルースキのものであるともストギーのものであるともされる。第一次世界大戦後、紹介艇に艦首変更された。ブルガリアが第二次世界大戦に参戦するとドルースキは紹介任務に従事した。1942年10月15日にバルナ港で弾薬庫の爆発により沈没したがすぐに修理された。 1944年にドルースキは標的艦となり1950年代まで使用された。1957年にドルースキを記念艦として保存することが決定されたが、その時すでにドルースキは一部解体されていた。そこで同系艦のストローギにドルースキの方や煙突などを移設し記念艦ドルースキとした。ありがとうございます。